皆さんこんにちは。クリスマスは何歳になっても楽しみ、元気です。今回の企画、お酒大好き人間はアルコール度数何パーセントで酔っ払うのか。はい、ということでね、今日メイン動画としては初めての撮影になるかもしれない、ちゃんとした横画面。僕好きなものお酒でございます。めちゃくちゃお酒好きです。でも毎日飲むぐらい大好きです。やっていきましょう。最初はやっぱりビールでいきます。よいしょー、なんか飛んだ。では今日も一日お疲れ様です。くぅー、ビールの一口目がたまりませんな。飲み終わったらね、このホワイトボード何パーセントって書いていくのでね、それでちょっとどんだけ飲んだのか、どんだけ飲むのが楽しく飲めるのかを一緒に楽しんでみてもらえたらと、思います。ちなみにまだ1本目半分も飲んでません。酔ってません、全然。まあ、楽しいですよね、お酒はね。まあ、適量、まあ、飲めないよっていう人も中にはいると思うんですけど、まあ、飲めなくてももちろん、飲めなくても飲み会って結構楽しくないですか。僕飲み会大好きなんですよね、本当に。飲み会好きで、お酒だけだとあれなんで、おつまみたちも、おつまみたちも買っております。すべてファミマル、ファミマ大好き。サラミ当たり目、一応うまい。てか何でも飲めようになってくる、うまい、本当に。とりあえず当たり目開けます。かっこうまいですよね。皆さんどのくらいのペースで飲みますか。友達と飲んでる時、誰かと飲んでる時ってすごいペース速くなったりしませんか。でも一人だとあんまりペース上がんないなーとか、ゆっくり飲みたいとか、なんかワインをちょっと片手にみたいな人もいると思います。僕もね、一人だとあんまりペースは速くはないですね。テレビを見ながらだったり、 YouTube 見ながらだったり、 Netflix 見ながらだったり、トノこういうメイン動画もね、ゆっくりこう、なんだろうな、お酒飲みながらとか、なんかこうゆるい感じで見てもらえたら嬉しいなと思っております。そうこう言ってたらビールも残り一口になりました。はい、一缶缶飲です。はい、ちょっとクライナー行きましょうかね。クライナーパリピス、パリピ酒って感じするよね。あんま飲んだことないけど飲み方は知ってる。クライナーこう缶で、うん、簡易めっちゃうまい。え、これブルーベリーなんだけどさ、めちゃくちゃうまいんだけど、これ案外度数強いんだよね。15度、合計 20% でーす。どんどんいきますよ。ちなみに僕これ大好きです。氷結無糖グレープフルーツ、レモンも大好きなんですけど、グレープ、あーレモン、いやでもちょっとだね、レモンいこうか。レモンいきます。はい、2本目3本目かな、3本目。よいしょー、この開けるときの音気持ちいいよね。では、いただきまーす。これたまらんで、ほんま。めちゃくちゃうまい。夜ご飯とかさ、お酒飲んでると、あんまりいらないかな、みたいな、こう、つまみだけでいいかな、みたいなことが結構ありがちなんですけど、皆さんどうですか？ご飯食べながらお酒を飲む人もいれば、先にご飯を食べてからお酒を飲む人もいれば、ご飯食べちゃうとお酒入らへんとか言う人もいません？とか、あの、僕そうなんですけど、お酒飲むとめっちゃお腹せ、めっちゃお腹すくんですよっていう人もいるんじゃないかな。どうなんだろう、どういう感じなんだろうね、みんなね。あーめっちゃうまい、マジこれ本当に。なんかこうレモンとかグレープフルーツとか柑橘系苦手って人も結構多いと思うんですけど、なんかレモンとかグレープフルーツとか好きみたいな、なんて言うんですかね、あんまりこう、あんまりてかさっぱり系が好きっていう人はめっちゃおすすめだし、これしかも脂質がゼロなんですよ。太りにくい、いや、お酒だからもうそもそも関係ない
かなと思うんですけど、なんかこう無糖だからいいかなみたいな感じで、僕本当に毎日お酒飲むんですけど、晩酌で毎日 5,6 本いっちゃうんですよね。本当にもうねえ、困ったもんでね、本当にそんな別になんだろうな、うん、飲み会とかだとやっぱその誰かに合わせたりとか、飲める人といった時は飲むとかそういうの結構あるんですけど、なんか飲める人と飲みに行くともの限界まで飲んで潰れるとか、逆に飲まない人と行った時とかはもう本当に合わせて飲んで、まあ1杯2杯たしなむ程度飲んで、その後家帰ってきて一人でこう開ける晩酌するのが晩酌しちゃうんですよ。で一人時間として開けてこうテレビを見ながら YouTube 見ながらあのお酒飲むっていうのがマイルーティーンというか、そんな感じなんですけど、皆さんどうですか？たしなむだけ、私僕めっちゃお酒好きみたいな人もね多分いると思うんですけど、でも飲めないよみたいな、飲めないからあんま飲み会行ったことないよとか、そういう人もいると思うんですけど、まあそうですよね、シラフでね、やっぱその飲んでる人のテンションについていくのって結構大変じゃないですか。すげえわかるんですそれ。あんま飲まないことないですけど、その飲み会の場とかやったら飲まずに人のテンションに合わせる、元からテンション高い人とかそういうのだったら全然大丈夫だと思うんですけど、まあ大変だしみたいな、だったら飲み会行かんでいいしみたいな、ありますよねそういうのもね。はいなんか楽しいですね本当に。なんだろうな、これ動画撮りながらこうお酒飲んでると、まあ一人なんですけど、なんかこう一人で飲んでる感じがしないっていうか、この動画アップしてなんか皆さんがこう飲んでお酒飲んだりとかご飯食べてる時とか、なんか一緒に食べてるみたいな、一緒に飲んでるみたいな、そういう感覚になるんですよ。皆さんがどういうシチュエーションの時に電車乗ってる時とか、そのご飯食べてる時がわかんないですけど、まあ、育児の合間とかね、どういうタイミングで見てくれてるかわかりませんけど、すごいなんかそれ考えるとすごい嬉しくて楽しくて、まだ3本目ですけどね、楽しいですよ。なんかこうテンション上がるっていうか、お酒飲むとテンション上がるから好きだし、なんかこうお酒飲んでる時に行ったことがリアルみたいな、そういうのもあるじゃないですか。あるって聞いたことがあるんですけど、こういうなんか赤裸々にみたいな、こうなんて言うんだろうな、包み隠さず意味一緒そこ行ってる間にレモンサワーももう少しになってきましたよ。はい、会員でーす。レモンサワーが 7% ですね。足して 27% になりました。まだ全然楽しく飲める範囲です。なんでここらでもう一丁クライナーぶち込みたいと思います。